これまで2年連続で B クラスに甘んじている巨人、阿部監督は積極的な補強と即戦力候補の新人の獲得を行いました。特に投手陣は他球団からのトレードにより、昨年の低迷の原因である中継ぎ陣を強化しています。そして打撃面は若手が躍動しており、2軍から力をつけた選手が猛アピールを続けています。そんな中、巨人軍 OB で天才的なバットコントロールを持つ篠塚氏が巨人のある若手選手に注目し、克服すべき課題を挙げています。そこで本日は名手篠塚和則が語る巨人軍最大のキーマンとなる選手とその問題点について紹介していきたいと思います。一筋縄ではいきませんよ。2024年の宮崎キャンプ、6年ぶりに松井秀喜氏が臨時コーチとして巨人に訪れました。2023年のドラフト3位ルーキーである佐々木俊介選手をはじめとして、山瀬選手や坂本選手などベテラン若手関係なくアドバイスを送っています。以前も臨時コーチとして宮崎キャンプには訪れていましたが、その時に松井氏はいつも選手を見ていないので安易に言えないと、本職のコーチ陣にも配慮しつつ控えめなアドバイスでした。しかし今回は後輩の阿部監督から選手の方に疑問点は何でも聞きに行けと発破をかけられており、阿部監督から松井氏にも多くの選手にきっかけを与えてほしいと依頼したことで、松井氏が積極的に選手へ指導しているシーンが多くなっています。ルーキー佐々木も打つまでにどのくらいの準備が必要か逆算してみたらと松井氏から指摘を受けています。佐々木も今までそういう意見はなかった、新しいなと思ったと、現在売り出し中のルーキーがさらに1軍に近づくきっかけを手にしました。ベテランの坂本選手とはフリー打撃前にお互いに身振り手振りを交えながら打撃について話し込みました。2016年にも松井氏からの指導を受けている坂本選手、今季はサードにコンバートして打撃成績をもう一度輝かせるため貪欲にアドバイスを求めています。また2月14日にはフリー打撃の最後に松井氏は自ら打撃ゲージへ向かい実演指導も行いました。14スイング目にはサンマリンスタジアムのライトポール際へフェンスオーバー、客席からも大歓声が湧き、現役時代をあまり知らない選手たちもいる中、日米通算507本塁打の力強さを示しました。そんなレジェンド松井氏のコーチングを受ける選手の中に篠塚氏が期待している選手がいるというのです。それは一体誰なのでしょうか。レギュラーへの課題、その選手とは秋広優斗選手です。2024年の今年は高卒4年目を迎えます。高卒3年目の2023年は阿部監督含め周囲の期待に応える一軍定着を果たすことができました。開幕こそ2軍スタートとなりましたが、4月18日に1軍に昇格すると、22日にはプロ初スタメン、ヤクルトのライアン小川投手からプロ初安打を放ちました。そして同月29日の広島戦、松本投手からプロ初本塁打を放ち、その調子を維持したことで、5月25日には松井秀喜氏以来の20歳以下でのクリーンアップ出場を果たしたのです。さらには球団史上初の高卒3年目で4試合連続本塁打を放ったのです。最終的に2023年のシーズンを121試合に出場し、打率2割7分3厘10本塁打41打点の成績を残しました。さらにオフには2023アジアプロ野球チャンピオンシップに出場し、侍ジャパンのユニフォームへ袖を通しました。松井氏はこの期待される背番号55にもマンツーマンで打撃指導を行っていました。同じ背番号の秋広選手に松井氏も人一倍期待をしているのでしょう。篠塚氏も同じように秋広選手のことを一定の評価をしつつ、今後さらなる活躍をするには課題をクリアしないと難しいことも語っています。篠塚氏は
秋広はインサイドの打ち方はうまい、なのに外のボールに対して今一つなんですよね。あの体格、リーチの長さがあれば反対方向にだって大きいのが打てるはずなのに、と外のボールに対して課題があると見ています。また2023年対左投手に対して打率が2割1分という点にも注目。データが揃っていけば当然対策をされるため、左投手への苦手意識はなくさなければいけません。そして盤石の内野陣に比べて明確なレギュラーが決まっていない外野手、丸吉弘、長野、梶谷などベテラン組に加えて浅野、萩尾、オコエなど若手もキャンプからアピールが続いています。秋広選手もその中に入っていくわけなので、打撃だけではなく守備の強化もしていかなければいけません。師匠を超えます。秋広選手は春季キャンプで松井氏からトップの位置についてアドバイスを受けています。その意図はトップの位置を下げることでボールに平行に出すことができる、トップを上げすぎることでダウンスイングになりボールを切ってしまう形になるということです。このアドバイスの効果が春季キャンプの紅白戦で早速現れました。第1打席で松井颯投手の速球を痛烈なライト前ヒット、第3打席ではルシアーノ投手の速球にバットを折りながらもセンター前にタイムリーヒット。秋広選手も手応えを感じており、自分のものにできるよう練習に励んでいます。また松井氏からは人と差をつけるのは全体練習ではなく自分一人の時と言われました。これには阿部監督からも以前言われており、レジェンドたちの偉大さを再認識したことでしょう。そして外野守備に関しては巨人には素晴らしいコーチがいるのです。それは亀井コーチです。昨年トレードによりソフトバンクへ移籍したアダム・ウォーカー選手に外野手の送球のイロハを叩き込み、送球に難があったウォーカーに本塁での捕殺を成功させるなど頼れる名コーチです。その亀井コーチは秋広選手について成長は確かにしているし若いし伸びしろもあるとした上で、このオフにしっかり練習して球際やボールまで早くとかしっかりできるようになっていてほしい、それが最低条件かなと期待も込めて最低限の条件を秋広選手へ与えています。そして尊敬する師匠の中田翔選手が今年は中日へ移籍し敵対することになります。中田選手も日本ハム時代高卒4年目からレギュラーとなり、5年目以降は日本を代表する強打者となりました。尊敬する中田選手と同じ道を歩むことができるのか、2024年は勝負の年となります。いかがでしょうか。まだ高卒4年目ながら首脳陣やファンの期待を背負う秋広選手、アウトコースの打球や対左投手に課題はあるものの、高卒3年目までのここまでの活躍について篠塚氏も手放しで絶賛しており、2024年のキーマンになると予想しています。しかし外野陣のレギュラー争いは秋広選手が確約されているほど安泰ではありません。オープン戦で阿部監督を納得させる結果を残し、晴れて開幕戦のオーダーに名前がコールされるのか、これからも秋広優斗選手に期待していきたいですね。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。